すごくなんていうのかな、高い意識を持っていかないと、うん、やっぱりここで歌うのは、うん、負けるなと、あ、まあ、もちろん1300年っていう歴史が、そこにありますし、もともと奈良というとかもちろん都だったわけですし、その中心部である、ね、薬師寺で歌うということで、当時はすごくやっぱり緊張も意気込みもすごかったですね、うんうん、まあ、当然奈良に行ってみようかってなったら、うん、薬師寺は外せないスポットではありますね、はい、当然その国宝級のものだらけなわけじゃないですか、はい、全てね、で世界遺産だし、だけどどこかでこう垣根が低いというか、うん、お帰りって言ってくれそうな、うん、ちょっと匂いがして、そういう意味ではすごく心を柔らかくしてくれるような場所でもありますね、自分にとっては、うん、献身っていうとちょっと硬いかもしれないですけど、うん、お金も労力もすごいじゃないですか、はい、でもそれをね、薬師寺だったら写経をしながらとか、いろんな形でアイデアを凝らしながら、うん、現存させていく、はい、修復していく、うん、また未来孫子もっともっと未来まで残していこうとしている、うん、そのシンボルっていうものは何なんだろうっていうふうに、重機もない時代に、うん、人の手でこれだけのものを作ったんだなっていうのは、うん、ちょっとそれこそ何て言うんでしょう、アクロバティックというか、うんうん、どうやって建てたんでしょうねっていうぐらい、とうとうだってすごいことですよね。開かれてて砕かれてて、人の気持ちをこう本当にホッとさせてくれるような場所として存在し続けてほしいなと思いますし、